では続いての方ご紹介します。プログラム3番自由表現部門で参加していただきます松本さくらさんです。拍手でお迎えください。曲がエリーゼのために副題をエリーゼのフラメンコとしてあります。曲の始めはピアノの楽譜に書いてある通りにしました。いろいろ決めてフラメンコというリズムが面白いのでそれを使っています。フラメンコで使うギターやカスタネットを使ってみましたということです。みんなが知っているこのエリーゼのためにどんな風に変わっているか聞かせてもらいましょう。では松本さくらさん、エリーゼのためにエリーゼのフラメンコどうぞ。